気になるわけです。これは別に音楽だけじゃなくてですね、あの結局のところ始まりっていうことが一体どのようにして起きるのかということが、あの僕にとってはとてもあの問題なんですね。つまり何かが始まっているとき、そこにやはり驚きがあるということだと思うわけです。そこで、音楽が始まるときに一体何が起きているのかっていうことが、あるいはそれは作曲と別に呼んでもいいんですけど、つまり音楽 が作り出されるときに、作り出され始めるときに一体何が、あのどんなことが働、どんな仕組みが働いているのかっていうことを、まあ、自分なりに考えたいっていうふうに思うんですね。でそうすると自分がなぜインプロビゼーションと呼ばれる音楽に、これほど、こだわりを持ってきたのか、まあ、一冊の本を書いてしまうほどにこだわりを持ってきたのかということも、結局のところインプロビゼーションというのは、ずっと始まり続けているような音楽だっていう意識が僕の中ではあるんですね。ひたすら始まり続けている、始まりがずっと連鎖しているような音楽というのが僕にとっての理想的なインプロビゼーションで、あるわけです。なのでそういったことが多分、この本をまあ書かせたんだろうなっていうふうに、まあ、自己分析しているわけなんですけども、でそういうふうに考えると、その初めて始まりっていうことを考えるとですね、もうあの、音楽だけの話じゃなくなってしまうわけですけれども、この即興の解体という本では音楽そして演劇についてだけ、書いているわけですけれども、で実際その、まあ、さっきその、電子音響であるとかサウンドアートであるとかって話をしましたけれども、あの僕は、まあ、あの今そう思っているだけなので本当に先のことはわからないですが、あのおそらくあの、まあ、この即興の解体という本を最後にですね、音楽を中心にした書物というものをもう多分今後書かないだろうと思うんですね。あのもうあの自分が音楽っていう分野の中で、まあ、書きたいことというかですね、書けることっていうのはあのもうこれで書いてしまったなという気がしていて、この後はなんか違うことをやるしかない、あるいは音楽について語るにしても音楽を真正面について語るということじゃないことしか多分できないんじゃないのかなという気がしているんですけれども、それは翻るとあの自分がずっとこだわってきた、自分が気になってきた問題というのが、やはりあるジャンル、ある芸術形態、ある表現手段というものに特定されることじゃなく、ある意味ではあらゆるジャンルの中に少しずつ含まれているようなことだったんだろうなというふうに今ではもう思っているわけです。それが、今日今話してきたことで言うと、例えば驚きという言葉であったり、あるいは始まりという言葉であったりするんですね。でそれでちょっとここで未刊行 の文章をちょっとだけ読みたいと思うんですけど、いくつかこれは、ウェブにはアップしたものなんですが、例えば、僕は小説というものも小説が一体どのように書き出されるのかということに非常に強い興味を持っています。小説だけじゃないですけれども、つまりどんな何ですかね、想像行為にも始まる瞬間があるんですね。その始まる瞬間というのは何を始まりと解くのかっていうのも取るのかっていうのも、まあ、まちまちですけれども、必ずそれが始まる瞬間というのはあるわけです。だって始まらないとその後がないわけですから。そしてその始まりの前には行為としての想像というものはまだないんですね。にもかかわらず何かが始まる、それが一体どうして起きるのか、それに関して小説についてそういうことを書きたいと、思ってですね、まあ、おそらく長い小説についての文章になるであろうものの冒頭の部分を書きました。それちょっとだけ読みます。例えば絵筆の一線から立ち上がる世界がある。確かにそれ以前から全く何もなかったわけではないにしても、しかし点か線か、あるいは面か、また色のあるなしにかかわらず、画家の手によって初めてカンバスの上に何かが生じさせられた瞬間に、まさにその瞬間から新しく存在し始める世界がきっとある。その時画家が何を見ているのかは実はさほど問題にはならない。今まさに見ているものを映すのか、かつて見たはずのものを思い出しているのか、
それとも一度も見たことのないはずのものを書こうとしているのか。それはもちろん大きな違いではあるけれど、絵筆の一心によってにわかに立ち上がる世界という点では要は同じことではないか。今ここにある一枚の完成された絵があるとして、それは必ず全てがいっぺんに誕生したわけではなくて、当たり前のことのようだが、最初の一筆から最後の一筆までにかかったある時間の帯がそこには畳み込まれるようにして潜んでいる。その時間は大概の場合目に見えることはないが、確かにそこにある。描き終わった瞬間からこの絵を見ている現在まで、その絵は今こうして目の前にあるようにして存在してきた。けれどもそこから時間を巻き戻していくと、絵は少しずつ点と線と面と色を失っていって、最後には最初の一筆、始まりの一線、世界の創生の瞬間へとたどり着く。そしてそれ以前は全く何もなかったわけではないにせよ、その絵は、その世界は、そこにはやはりなかったのだ。というのが冒頭なんですけど、今小説論って言ったんですが、絵の私が書いてないんですね。このようなことが小説にも起きるということが、この小説論で書こうとしていることなんですけど、今まさにですね、自分の文章を読んだようにですね、何かが始まるってことは、ある意味では本当世界が始まるということ等価なんですね。でそれがどうして始まるのか、僕は本当に自分自身がですね、先ほど演奏家ではないって言いましたけど、例えば音楽家、作曲家でもないですし、作家でもないですし、僕は本当に人が何か作ったものについて自分が思ったことを言葉にしているだけの人間ですから、どっかでですね、表現者、創造者、クリエイター、アーティストって呼ばれる存在に対して憧れではないですけども、ある種の神秘を抱いているんですね。一体なぜそういうこと、そういうことができるのか。しかもそれを単にですね、何ですか、こうまさにさっき言ったような意味でこう天才とか才能という言葉に言い換えて終わりたくないんですね。それがそれを言ってみればやはりこうプログラム的に、理解することができないだろうかっていうふうにはどうしても考えてしまうということがあるんですね。でそれでこの即興の解体の後書きにも書いてありますけれども、これからも音楽の中の即興という問題についてどの程度自分が今後考えることができるのか、あるいは考える問題が残っているのかというのはちょっと今の時点では何とも言えないんですけど、ただおそらく何がしか、もちろん今後ですね、新しい即興演奏の形、新しい音楽の即興の試みというのが出てくる可能性というのはもちろんあるので、それに関してこう何か反応する、言葉で反応するということはあるのかもしれないですけれども、けれども基本的にはおそらくここでこの本の中で自分が問おうとした問題というものを他のジャンルのにおいて解いて問うていく、もっと問うていく、もしかすると一番最初の結論にまた戻ってくるだけかもしれないんですけれども、それでも多分通っていくということに多分今後はなっていくんだろうなというふうに思っています。そこはもう本当にまだ何ですかね、こう終わっていないという気持ちがあるわけです。でそれが今後の話であるわけなんですけども、非常に奇妙なのは、さっき僕自分がインプロビゼーション、即興演奏というものにある時間をかけて、こだわりを持ってきた。で今でももちろんそういったコンサート、ライブなどには以前ほどじゃなくなりましたけども、見に行ったり気に入ったりしていますし、こだわりを持っている、むしろなんかなぜ、先ほども言ったように、なぜ自分が即興にこれというものにこれほどこだわってしまうのかということを自分なりに問い直そうとしたのがこの本だっていうふうにも言えるのかもしれないんですけども、それは実は、この即興の解体という形になるよりもずっと前からそうだったですね。そのことを
最近僕は